気持ちよっす。でも部屋の中でもこのポンチョがねすごい、効いているわけなんですけれども、まあ、今回はですねまた、資格の話をしようかなと思います。先日ですね販売士検定2級っていうのを受けてきました。1回ね3級はねいつだったかな、今年の結構春先ぐらいに取って、まあ、2級ぐらいならねこれ結構簡単に取れるんじゃないかなと思って、でちょっとね勉強して、取ってきました。まあ、CBT 方式って言ってね、ネットセンターで自分で予約してね、取れる方式だったんで、まあね、結構、なんだろうな、この試験日がこの日で、絶対この日じゃないとダメなんだけど、この日仕事あるなとかっていう人は、やっぱこう CBT 方式でね、自分で好きな日にち、好きな時間帯に設定できるんでね、空いていればの話ですけれども、まあそういうことができるんで、結構ね、この販売士検定はね、受験しやすいかなと思います。私ほんとね、ここ最近土日出勤っていうのは結構ありまして、なかなかねこう土日の時間っていうのが取れなかったりするんですけども、まあ、この日はね休みっていうのが分かってたんで、まあ、勉強してね、取ってきました。はい、まあ、一応ね取ったということで、まあ試験結果ねまだね資格のカードがね、来てないんですけど、一応こんな感じで、はい、試験結果が出てます。ちょっとねすいません、目が悪くてね全然私は見えないんですけれども、まあ、こんな感じでね、まあ、一応合格ということで、ね、リテールマーケティング検定2級で、で、まあ、各ね、5科目、こんな感じであって、その各科目が、50点以上、で、合計で、70点以上ですかね、あれば、合格ということで、まあ、見ていただいてわかる通り、結果ギリギリ合格したという、ちょっと恥ずかしい結果にはなってしまったんですけど、まあ、一応合格したと、いうことになります。いて。はい。まあ、一応ね。はい。まあ、ほんとね、このね、まあ、見てわかる通りですね。まあ、何が点数低いかっていうと、この販売系管理とマーケティングの部分、ここの辺の、ま、科目がね、まあ、60点と65点ということで、まあ、点数が低いんですけれども、これはね、難しかったですね。ま、正直勉強してて、特にこの販売とこの経営管理っていうのは結構簿記の知識がね、必要になってくるかなと思います。私一応、簿記3級持ってるんですけれども、ね、3回ぐらい受験して予約受かったぐらいだったんで、人一倍ね、簿記に苦手なんですよね。結構ね、文章を覚えたりね、数学の公式を覚えたりするのは結構、なんて言うんだろう。まあ、簡単と言いますか、まあ、得意というか、まあ、こういろいろね、勉強してて思ったのが、うん、そういうのはね、結構覚えやすいなと思うんですけど、なかなかね、こう、簿記みたいにね、このと数字とこの数字とこう合わせて、次はこれと、とかで、あーっつって、テンパっちゃって、もうできなくなっちゃうんですけど、それがね、この、マーケティングと販売経営管理っていう部門では、まあ、強いので、なかなかね、難しかったですね、はい。で、まあ一応ね、こんな感じで、まあ試験後、まあ30日後に、まあ資格カード届きますということで、なんで、まあ来年になっちゃうのかな、まあ、来年、資格カードが届くのかなと思います。まあ一応勉強法としてはですね、まあ大体ね、私はもうこの試験はね、もう短期決戦で一気に取るぞと思ったんで、まあ、大体2週間ぐらいですね。一応ね、一番最初にね、やったのはこれね、リテールマーケティング検定、2級テキスト&問題集、よくあるやつですね。これ2000円プラス税金ですね。これをまあ最初やってたんですけど、最初の2部門ぐらいで、なんかね、読むのめんどくさくなっちゃって、で問題集つって書いてあるんですけど、結構ね、問題の数が少ないんで、これちょっと、もっと問題やりてえなと思って、じゃあもう過去問でいいじゃんと思って、過去問を、買いました。これね、2020年版なんですけど、もうね、大して変わんねえだろうと思って、Amazon で中古で買いました。一応定価1800円のプラス税なんですけど、Amazon でね、1000円いくかいかんかぐらいで売ってたんで、あ、もうこれでいいやと思って。これがね、84回から79回だから、5回分か。5回分 ?79、80、81、82、83、84、6回分か。6回分入ってます。で、これを1日1回やって、で、まあ、一通りやって、んで、まだ時間があったんで、2回目まではいかなかったですけど、84回、83回、82回ぐらいまでは2回やりました。で、それが1回取りやったっていうような感じですね。これがね、やっぱ一番ですよ。過去問が。どんな問題が出るのかわかるんで。もう正直このテキストはね、まあいらなかったかなと思います。合格するだけやったら。もちろんその、なんだろうな。
販売員として仕事していく上で必ずね、このテキストを、ね、読み込む必要あると思うんですけど、合格するだけやったらこの過去問題集、もう問題集ですね。とにかくもうひたすら問題を解く。で、実際こう、まあ、CBT 方式でね、パソコンで、まあ、試験やったんですけど、それ見てて思ったのが、もう本当に、うん、過去問と同じような問題がブワーってたくさん出てきたんで、まあ、もちろんね、過去問に、まあ、この年数に なかった、こっちか、なかった問題も、数問出てたんですけど、だ過去問をね、100% 解けるように、まあ、理解、問題を理解する。できれば、間違いなく受かるなと、この試験は、思いました。なんで、まあ、2週間ぐらいですかね。まあ、1日、1時間から2時間ぐらい勉強して、まあ、土日はね、2、3時間勉強してたんで、まあ、合わせて20時間ぐらいですか。まあ、それぐらい勉強して、とりあえず合格することができました。はい。ということでね、まあ、これで、まあ、今年、まあ、最後ぐらいになるのかな、この試験が。まあ、もう一個ぐらいね、なんか、取りたいなと思いますけどね、今月。はい。まあ、なかなか、時間的に難しかったりするんですけれども。はい。まあ、ということで、まあ、一応今回また、44個目ですか。50個。もうちょいで50個なんでね。なんとかね、来年までには50個行きたいんで、もう今年ちょっとね、頑張って最後、ラストスパートかけて、もうあといくつか資格取りたいなと、思います。ということでね、本日の動画は以上になります。もうまたね、販売し、勉強してみようかなって方がいればね、ぜひぜひ、過去問中心に勉強してみてはいかがでしょうか。はい。じゃあ、今日はこれで終わりになります。それじゃあ、バイバーイ。